ダメだ。とにかくこの眩しさから対策をするので、もう頭の脳の回転がいっぱいいっぱいで、子供じゃないけど話せないし、それぐらいめちゃくちゃ見通し悪いですね。生地がちょっと暗くなったところに直射日光の太陽の光がパッと目に入ってくるので、ああ本当に見にくい。これはちょっと本当に危険ですからね、気をつけて運転しないと、こういう時はね、一瞬見えね。それぐらい見通し悪い。ねえ。ただ、今回ね、カタログ発明なんですけど、カタログ発明の場合はね、メリットは一つあって、営業時間内に行けばね、配布さえあれば、まあ、まずもらえますから。24時間営業とかやって、大久保とかね、マックスバリューとか、ああいったところを後回しにできるという。利点はありますね。いや、しかし眩しいな。なんか、直射にね、うまいこと制御できる機能が作れたらね、マジでいいんですけどね。この冬の時期、冬時天候はね、きつい。マジで運転しにくい。私ね、なんつったらいいのかな。まだマシなのが、今のシフトだと、で、普通、四日市って、前もどっか行ったと思うんですけど、住宅地が西側に作ってあって、東側に、商業施設だったり工業施設だったりがあるっていう感じなんですね。山側に住宅地作って、海側に人が流れるような感じ。ところがね、こうすると何が起こるかというと、出勤時間の時は朝日が眩しくて、最近の時間、帰宅ラッシュの時間には夕日が眩しいというね、ダブルパンチなんですよね。それがね、非常にやりにくいところなんですけど、今、自分がね、山の方に通うシフトになってるので、実はこれが逆転してるんで、まだ見やすいんですよね。それはね、本当不幸中の幸いなんですけど、さあちょっとトイレを借りてきたんでね、ついでにね、近くのスーパーメロを付けましたけど、この近くちょうど牛トラと山中があるんで、この2つ潰してきましょうか。こっちの山中も金見なのかな。わあ、運転しにくいよ。バックするときに西日がもろ入ってくるで。これだっけ？一本間違えた。もう一直や。
が見えてきた牛トラ。さあ、ってことでね、牛トラまで回してたんだっけ。牛トラからね、もう出てきて、もう、駐車場がね、わーっとコンセントしとったら、ね、すぐにもうカメラ回さずにそのままもう止めてね、3秒で出てきましたんでね。今も、山中まで来ましたね。津島町の、アルテ、山中か、まで来ましたけど。牛トラは無事、チラシをゲットしてきましたよと。いうところなんですけどね。最後、山中はね、チラシが残念ながら置いてなかった。で、正確に言うと、もう拠点は作ってあったんですけど、ちょうどね、チラシがね、売り切れになっちゃって、全部出払っちゃっててね、在庫がなかったみたいなんで、ただあれはですね、ここって、富田の山中と違って、何やったっけ、サンデイリーになってますね。サンデイリーっていう、テナントのやつになってますね。で、あと、笑福亭も入ってるんですね。鈴鹿の海洋に入ってたり、あと、どこやったっけ？あそこに入ってますよね。鳥屋昔やっとったところで、近鉄四日市の、デパ地下にも入ってるあれですけど。で、丼は、山中になってますね。どういうあれだよ。ニューデイリーってあれかな？山中系列の、多分直営系の、セントラル加工工場だったかな。ちょっとあんまり詳しくないですけど、少なくとも実は富田は、金見が入ってるんで、ここあれなんですね。直営だったんですね。うん。直営も入ってたんですね。で、チラシは直営のチラシが入ってたんで、あ、そういえば、あっちは金見でしたもんね。確か、山中のところ、富田のフランテは。ということなんで、どうやらどうもチラシが違うみたいだということでね。なるほどな、ということでございました。多分、山中さんだったらインターネットで公開があると思うんでね、ちょっとそっちの方でね、対応しておこうかなと思います。ということでね、あとは、こっち来たのはベーシックか。まあ、ベーシック買って、ちょうどいいぐらいちゃうかな。ベーシックって言ったらそういえば、教団のベーシックって、なんか、新しいのができたんですよね。正確に言うと旧型店舗のところを、こう、使い回しじゃないですけど、リニューアルしたらしくて、ちょっとそこは気になってたんですけどね、今の違い混んでるかな。あ、B マート。そうそうそう、B マートって名前になってるらしいんで。行けそうかな。車で12分。ああ、まあ全然行ける距離やな。じゃあこっちの方に行ってみましょう。進んでいきたいと思います。